はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はね、アニマルパークさんにちょっと、お邪魔してるんですけども、このクランね、前にも確か話したと思うんですけども、トロフィーのね、高トロ車がいっぱいいるクランです。で、まあ、我々のね、カンクルとも結構交友があって、で、クランネクだったりとか、一緒にこう参加してくれたね、いうところからも、深い縁が、まあ、あるんですけども、まあ、今回そういう縁もあって、ちょっとね、お邪魔して少しこう対戦を、一緒にこうね、眺めさせてもらっていながら、いいね、前回動画があったらぜひ、紹介したいということで、まあ、クラン紹介がてら、ちょっとね、取り上げさせてもらいたいというふうに思います。で、まずね、アニマルパークさんのちょっと紹介します。アニマルパークさんね、さっきも言ったように、高トロ車が本当にいっぱいいます。今ね、これ私撮ってるのが、ゴールデンウィークの、今日何日だろうな、3日かななんですけども、その段階で見てください、これ。もうあっさりみんなね、レジェンドで、上に行ったらジャワンさんってリーダーさんなんですけども、5756。で、これでどうなってるかっていうと、今グローバル14位なんですよね。本当にね、このクランのトロ上げやばいんですよ。で、そういうクランって結構、規律がすごい厳しかったりもするんですけども、アニマルさんの場合って割とそれがあんまなくって、当然ね、守るべきそのルールだったりとか、礼儀っていうのはしっかりしてるんですけども、必要以上にそうね、細かいことはあんまない。結構みんな自由にね、こう出たり入ったりもするし、コミュニケーションを取ってる。まあそういうクランですんで、トロフィーをね、高トロフィーでぜひ維持していきたいとかいう刺激を求める方なんかは、本当にアニマルさんね、おすすめなんで、ぜひね、まあ、一度遊びに行くだけでも、行っていただいたら、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。んで、ダダダッと喋りましたけど、まず1本目。これね、どれだこれ。ジャワンさんが、これぜひちょっと見てくれっていうことで、あげてくれたんでね。もう、ここまで言われたらさすがに断れないよなっていう風に見てみたら、意外とこれが学ぶことが、まあ、意外とって言っちゃ失礼ですけど、学ぶことが多いリプレイだったんですよ。意外とね、皆さん忘れちゃっている、考え方っていうのがしっかりここに含まれてますね。で、編成的には、こんなような陣に対して、クイヒーからのネクロボーラーですね。で、そこからの裏バルーンを使ってるんですけども、皆さん、裏バルーンとか裏ホグって結構使いますかね。最近新型ハイブリッドとかね、いうことで、ボマーを別動体にするような攻めとか、いろいろあったりしますよね。そのバットスラップなんかはコウモリがね、この別動体で、裏から入っていくなんていう攻め方になってるんですけども、今回ジャワンさんがやってるのはすごい基本です。裏バルーン、これ2年ぐらい前はもう当たり前にやられていた技術なんですけども、どうでしょうね、最近コウモリができて、ホグライダーも強くなってと、いうような環境が出来上がっていく中で、突破兵器が出てきたのが一番のきっかけかな。裏バルーンっていうのをね、本当に使わなくなっちゃったんですよね。まあ、そういった中で、今回ね、その裏バルーンを今回綺麗に使っているんでね、そこをよく見てもらいたいというふうに思います。で、この裏バルーンの仕事は何かっていうと、陸パートで今こうガーッと押していってますよね。ただここから、最終層、この災害層を攻めようと思ったら、壁をあと2枚突破しなきゃいけないんですよ。で、もう1枚の壁はこうジャンプで突破ができるものの、そのさらに奥までっていうのはちょっと届くかどうか微妙な感じがしますよね。で、これをしっかり届かせるのがこの裏ユニットなんですね。今こう裏からバルーンを出しましたけども、中心のユニットがターゲットを取っている間に裏からこうユニットを、ホグライダーだったりバルーンを使うことが一般的だと思うんですけども、入れていって、で、防衛施設をね、こうボン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 壊していくという攻め方ですね。で、裏ユニットって今5体しかバルーン持ってないんですけども、これがなんでこんなに伸びるかっていうと、一つは、中心にいるユニットがターゲットを取っているんで、バルーンに攻撃があんま向いてないっていう点で、2つ目は、今のその中心に入ってるユニットが中心部分の防衛施設を壊してくれたんで、そもそも火力がもうあんまないんですよね。ないんで、少ない防衛施設に、まあ、それなりの5体ぐらいの数のバルーンがこう、攻めていけば、しっかり最後までこう残ってね、いい仕事をしてくれる。まあ、これが裏ユニットの基本的な使い方ですね。
というところでね、ちょっともう一回この攻めを、リプレイおさらいしながら、重要なポイントね、他にもありますんで、細かく解説をしていきたいというふうに思います。で、まずね、サイドカット。これしっかりやる必要がありますね。ボーラーを出しているのは、奥の層。ここのね、キャンプだけじゃなくて奥の兵舎。これ、闇兵舎だけじゃなくて奥の闇兵舎。そこを壊すっていうのがすごい、サイドカットでは重要なんですね。壁の一層内側が、まあ外側か、残ってしまうと、割とユニットが逸れますんで、そうしないためにね、ボーラーを使ったサイドカットっていうのは、まあ、結構覚えておくべきもう必須技術みたいなものですね。で、そこから食い火を入れていくんですけども、まあ、この食い火っていうのもね、まあ、序盤の、まあ、ターゲットアースみたいなもんですね。主力はここから入ってくるネクラとボーラーですね。で、こいつらを入れるのに先にね、ネクロボーラーなんか出しちゃったりするとダメージをいっぱい食らっちゃいますんで、まずは、アーチャークイーンを先行させることによって食い火の格好でね、ダメージを回復しながら、まあ、正面の防衛室を壊してくれますからいう格好を作ってますね。で、ウォールバスターに続いてネクロとボーラーがどんどん入っていきます。で、まあ、このユニットたちのターゲットっていうのはこの中心部分のギガテスラの領域に入っていくことですね。ここをしっかりボーラーで制圧するっていうことが重要です。で、やっていくと、まあ、中心部のこの部屋の一歩外側こういうところまでボーラーの、そのバウンド攻撃が刺さるんですよ。で、そこも一緒に制圧できてしまうと。なんで中心部に今こうレイジを打ってますよね。このレイジに乗っかったボーラーの刺激が結構重くって、奥のね、2層奥の防衛室までガンガンこう削っていってるのが分かりますよね。で、そうなってきて、ジャンプを使ってさらにね、その奥側の壁の中にこう入ってターゲットをあらかた、まあ、集めたところで裏からバルーンを投入します。結構ね、こうユニットが、ユニットじゃないわな、防衛室が残ってるんですけども、ペッカだったりがヒーラーついた格好でターゲット取ってくれてるんで、なかなかバルーンにこう攻撃がいってないのが分かりますよね。このアーチャートなんかも今やっとバルーンを攻撃し始めたっていう感じでしたよね。まあ、こうなってくると本当にバルーンが生きるので、災害層にね、耐久砲なんかがあったりする場合にはなかなかそうはいかないんですけども、耐久砲がある程度こう内側にあったりなんかする場合っていうのは、こういうね、裏から本当に5体のバルーン見ましたかね。今ここの災害層、ここの施設全部バルーンが破壊したじゃないですか。たったの5体でこれだけの、ね、仕事をする25枠のユニットの使い方、まあ、さらに言えばこの大砲と、ウィストまでも一緒にやってくれたんで、まあ、ほぼほぼどれくらい8施設ぐらい壊したんかな。バルーンでたった5体ですよね。1体も潰れずに、こういうね、使い方っていうのは、まあ、ちょっとね、皆さん忘れがちになってるかもしれないんですけども、特にクラクラ始めてね、まだこの裏ユニットっていう感覚を染み込んでない方っていうのはね、ぜひ維持して、で、この裏ユニットっていうのが引いては裏ホグだったり、裏からのボマーの投入だったりコウモリの投入っていうね、まあ、陸の中心ユニットが壊せない、ちょっと遠くに離れた防衛施設を壊すっていうその発想につながってきますんでね、もう絶対押さえておくべきポイントですんで、ぜひね、こういう仕事ができる別動隊の使い方、裏ユニット、これをぜひね、覚えておいてもらえたらというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこのあたりで失礼します。バイバイ。